達人です。最近のブリのですね、沖堤防でのブリの動画を見ていただいた方からコメントをいただきましてありがとうございます。沖堤防に行ったことない方、ジギングをやったことがない方から、コメントをいただきまして、どういう道具でどういう準備をしたらいいのかっていうことを結構コメントをいただきましたんで、今日はそれを動画にしたいと思います。はい、まずは服装から、服装で言うとですね、やっぱり堤防、海の上にポツンとあります。風がないということがほとんどありません。ですので、寒くない格好というよりは暑い格好をしといた方がいいと思います。暑かったら脱げばいいんです。ですのでまずは、特にこうブリの時期は12月1月とかなんで、寒くない格好、暑い格好ですね、をおすすめします。はい、あと服装で一番重要なのはライフジャケットですね。映ってるかな。はい、僕はちょっとシーバスのウェディングゲームをするので、こういうちょっとゴツゴツしたゲーム用のベストなんですが、ここまでのものは沖堤防では必要ありません。本当膨張式っていうんですかね、腰にかけるやつだったり、まず受ければ落ちてしまった時に受ければいいのでですね、もうまあ持ってれば何でも、そういう餌釣り用のだったり持ってれば何でもいいと思います。ここにお金をかけても仕方ないんじゃないかなと僕は思います。まあ僕はたまたまシーバスのウェディングゲームをやってるので、これをもうこのまま着て沖堤防に行ってます。あとは朝一番に船に乗るときなんかはやっぱりまだ暗いです。日が昇ってません。ですのでライトは必要だと思います。あとまあ頭につけるやつだったり何でもいいと思います。足元が見えればそれぐらいですかね。あと靴ですね。靴は滑りにくいものがいいと思います。僕はもうメーカーわかんないんですけど、堤防に行くときなんかはフェルトピンのついたスニーカーみたいなやつを履いて行ってます。堤防によるんですが、満潮の時に波をかぶるようなちょっと低めの堤防があったりします。そういうとこはやっぱり乾いたり濡れたり乾いたり濡れたりの繰り返しで、糊みたいな感じの苔みたいだ、なんか滑りやすいです。とりあえずそういうところはまあそういう靴を履いていった方が無難だと思います。これは絶対着ましょう。はい、次は道具の説明をします。ブリを釣ってる道具は、シマノのコルトスナイパー、ロッドですね、コルトスナイパーの S1000MH ですね。最近こればっかりです。まあ、ジグを僕はメインに 60g 前後を使ってるのでこの竿を使ってますが、まあ、まだ軽い 40g、30g がメインになってくるのであれば M でいいと思います。 C バスの M でもいいと思います。はい、次はリールです。最近ジギングで使ってるのは、シマノのバイオマスターですね。バイオマスターの SW5000
の僕は XG を使ってます。ですね、まあ4000番のハイギア、エクストラギアでもエクストラハイギアでも十分対応はできると思います。ラインの方が PE は、僕はデュエルの X8 で、このリールには、2号を 300m 巻いてます。他の、シーバスなんかの時は、0.8 号、1号、1.2 号使ってるんですが、僕は全部もう、デュエルの X8 を使ってます。僕の中でコスパ最強なんじゃないかと思っております。はい、リーダーですね。僕はもう最近は置き堤防での、ジギングは最近こればっかり使ってます。バリバスですね、40ポンドですね、ナイロンです。でよく長さはどのくらい取るのかっていう質問をされるんですが、僕はあの竿、ピートリーダーの結束部分ですね、ノットの部分を竿先にしたと、竿先にした時に、ジグがつくところがリールからリールよりちょっと上ぐらいのところまでリーダーを取ってます。まあ短い方が好きな人もいるとは思うんですが、まあそれは人それぞれじゃないかなと思います。特に僕が言ってるところはそこに引っかかったりっていうことが少ない場所なので、まあこれもちょっと強すぎではあるとは思います。30ポンドでもいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあノット部分の強度も出ますし、今んとここれを使ってます。はい、続いてはジグです。この通りですね。ちょっと試しにこれだけはちょっとフックをつけてるんですが、基本的にはもう全部フックは外してます。ブリなんてそうそうなかなか当たってきません。その一匹を取るために僕は毎回行くたびに、ルアーを付け替えるたびにフックは付け替えてます。はい、ジグは何がいいのと聞かれることが結構あるんですが、まあ人それぞれだとは思うんですが、僕は結構ジグパラ、この辺もこれもジグパラですねを結構使います。40、40、50、60で、ここのこれもそうなんですが、これですね、これは 60g です。 60g の、ダミキジャパンの闘魂ジグですね。僕は結構気に入って使ってるんですが、使いやすいと言いますか、まあフィーリングなんですけど、これをよく使ってます。しかしこの通り、塗装が弱いです。もうピックアップの時にちょっとぶつけちゃったりしたらバリバリと塗装はいっちゃいます。これは不満な点ですね。で、結構スナップをつける方が多いなんて話も聞きますが、僕はもう、この通り溶接リング、スプリットリング、ジグですね。もうルアーというかジグ交換の時は全部スプリットリングから交換ですね。はい、で最近使ってるフックはデコイのツインパイクです。まあ純正の
針でも全然対応はできるんですが、まあたまに弱いものがあったりしますので、1回の調光でロストしなければまあこれ1本で済むので、そんな高いものじゃないと思います。まあ自分の信頼できるフックを使ったらいいと思います。でこの通り全部を外してるんですが、実際は僕はトリプル、リアにトリプルは基本つけてます。拾えるものは拾いたいのです。はい。でそうですね、もうそれも人それぞれだとは思うんですけど、まあそれなりにカルティバだったりガマカスのトレブル RB フックだったり、まあ好きなやつを使えばいいと思います。で大体僕は4番だったかな、4番のトリプルを使ってます。ですのでまあドラグは結構緩めにしとかないとフック伸びちゃいますよね。まあこんなところです。はい、次は、手袋ですね。特になければなくてもいいんですが、やはり重たいジグをフルキャストします。特にこの時期12月1月なんて寒くて指が乾燥して痛いんで、5フィンガーのグローブを使ってます。もしですね、あのジグとかが引っかかった時はやっぱり切ろうにもラインだったりリーダーだったりが太いんでなかなか切れません。そういう時はやっぱり皆さんどうしてるとか分かんないんですけど、僕は手に巻きつけて引っ張ります。そういう時はやっぱりこういう手袋あった方がいいですね。P はグッと引っ張ると手を切ったりしますんで、その後の釣りに集中できないんじゃないかなと僕は思います。まあそのこけたりしてもですね、下にパッと手をついたりしてもグローブをはめてると安心ですし、まああった方がいいなと僕はおすすめします。